親、岩手県公認キャラクターケロヒラがいます。子供たちと一緒にどこかへ向かっていますね。ああ、ライスアートを見に橋の上へ行ったんですね。実は今年のライスアートはこれで見納め。この日第6回ライスアートイン平泉稲刈り体験が行われ、町内外からおよそ200人が集まりました。今年描かれたのは弁慶。7月には見事な絵が田んぼに浮かび上がりました。稲刈り体験当日はあいにく霧の中での作業となりました。ケロヒラも踊って応援します。毎年稲刈り体験に参加する人も多く、手際よく稲が刈り取られていきます。刈り取った稲は保荷用にかけられ、来年のライスアートの苗になります。ケロヒラの踊りが効いたのか、いつの間にか爽やかな秋晴れに。今年はその弁慶っていう題材も良かったせいかね、多くのお客さんが来ていただきました。東京の方までこう知れ渡ってね、結構ね遠くから来てました。私たちはほら農業法人ですから、この地域に根ざした農業をやってますんでね、そういう目では観光地であるからこそ農業の良さというか、どん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 教えていかなきゃいけないと思います。参加者にはおにぎりと郷土料理ハット汁の振る舞い、さらにお米とネギのお土産も。ほうのき沢念仏券売の披露もされ、無事今年の稲刈り体験は終了しました。来年はどんなライスアートが見られるか楽しみですね。